チャロラ。ナマステエブリバディ。ナマステエブリバディ。ナマステエブリバディ。どうもなんちゃんです。翔子です。今日はなんと、はい、有名 YouTuber、プリアンカちゃんが、はい、インタビュー兼ねて来ちゃいました。来ちゃいました。はい、今プリアンカちゃんの家の前にいるんですけど、うん、あと撮影風景とか、プリアンカちゃん日本語も話せるんで、そういうところもちょっとインタビューをさせてくれるということなので、早速行きましょうか。はい。はい、では、チャロ。チャロ。レッツゴー。はい、ということで、早速プリアカちゃんのこちらが部屋みたいなので行ってみたいと思います。行きましょう。行きます。はい、こんにちは。ナマステ。プリアンカちゃんです。イエーイ。はじめまして。こんにちは。プリアンカちゃん、インドの YouTuber でいろんなインドの歌とか日本の歌とかを YouTube に上げて、今10万人ぐらいサブスクライバーがいる、はい、そうです。ちょっとどういうところで歌ったっていうか撮影してるかっていうのをちょっと見させてもらいたいなと思ってます。これが私のセットアップで、これは最近買いました。まだ何も具体的なこと始めてないけど、まあ、一応これは、まあ、Mac で、この中に音楽を作るためのソフトが入ってます。この MIDI コントローラーによって音楽を録音します。マイク、そしてマイクで歌って、ギターも一応いろんなところにいろいろミックスして音楽を作ってます。ちょっとじゃあなんか作った歌とか少し聞かせてもらってもいいですか？こんな感じです。うわ、素晴らしい。ということで、今日はプリアンカちゃんにいろいろお話を聞いていきたいと思います。じゃあロゴだ。ということで、今日はプリアンカちゃんに参加いただいて、はい、はい、いろいろとインタビューをしていきたいなと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、だからそもそもなんでプリアンカさんこんなに日本語を喋る？私、まあ、日本語を勉強したんです。デリーに有名な学校、日本語学校がありまして、CB のところに、モサイという学校です。はい、そこで3年間勉強したんです。なるほど。3年間だけでそんなに話せるようになるんですか？まあ、結構ドラマとかアニメ見てました。あ、例えば好きなアニメは？ワンピース。ワンピース。ワンピース。有名な。好きなキャラクターは？まあ、ルフィはみんなが好きですけど、ルフィ以外はチョッパーがね。チョッパー、チョッパー、かわいい、ね、かわいい、ちょっとかわいいっすね。なんで日本語を勉強しようと思いますか？なんかきっかけってありますか？ある映画を見て私興味を持ったんです。日本のカルチャーに、映画の名前は The Ramen Girl。 ラーメンガール。ラーメンガール、はい。それアメリカの映画で、アメリカ人の女性が日本に来て、そのラーメンラーメンの作り方をなんか日本人に習うんですよね。はいはい。確かもうちょっと日本について知りたいなと思って日本語を勉強しました。はい、これだけでも日本語をやっぱり喋ってみたら、そのインドにある日系企業とかで働いた経験とかもあるんですか？はいはい、まあ、3年間ぐらいだから。うーん、3年間どうでしたか？なんかよく聞くのは日系企業とインド企業ってやっぱり全然カルチャーとかマインドとかも違うじゃないですか。はい、そうですね、全く違うと思いますけど、まだ私はインドの会社で働いたことがない。あ、最初の会社は日本人、まあ、日系企業でしたから比べることはできませんけど、根本的な違いは、まあ、みんなわかりますね。例えば日本人はちょっと時間で厳しいとか、なんか事前準備とかしておくこといいと思います。私は人生でも役に立ちました。確かに日系企業って朝朝礼とか9時始業じゃないですか、ね、そうですよ。9時5分とかに来たら、なんで遅刻したなって怒る人も次まあ怒られたことはないけど、もちろん注意されたことはあります。まあどこでもなんかインドの場合は大丈夫、15分ぐらいは大丈夫、厳しいですね。
何もエクスキューズはできないです。あ、言い訳はね。朝早く起きて、あ、事前に全部レディしてやることが必要です。確かに。日本には行ったことあるんですか？はい、あるんですか？2回あります。あ、2回あるんだ、はい、どこ行ったんですか？最初は、学生交流プログラムで、はいはい、東京と福岡に行ったことあります。あと2回目は、まあ、出張で東京と大阪に行きました。大阪、はい、なんか印象に残ってる、まあ、全部が印象に残ってます。まあ、初めて私海外に行くチャンスがありましたから、それもすごく感謝してるし、あとすごく興味深いところがいっぱいありました。カルチャーショックも結構ありました。ラーメンは食べました？ラーメン食べました。豚骨ラーメン。豚骨ラーメン好き。大好きです。好きなアーティストとかいますか？日本の。日本の好きなアーティストは、鬼塚ジエロが好き。少しロックの方も好きだから、うん、ワンオケロック、ガゼット、はいはいはい、この2つのバンド大好きです。僕もあれ好きですよ、ワンオケ。あ、かっこいい。ダンちゃん動画で歌ってたよ。動画で歌ってた。Where you are。 で、今いろんな歌をやって、今後どうしていきたいとかってあります？今音楽をやってるし、日本語もできますから、将来日本とインドのつながりをもっと強くするために何かを作りたい。例えば歌とか音楽も含めて何かを将来やりたいという気持ちがあります。僕たちと一緒ですね。僕たちも YouTube 始めたのは、日本とインドの関係を、リレーションシップをもっと良くしていこうっていうのを始めたんで、これからもプリヤンカちゃんといろんな動画を撮っていきたいなというふうに。はい、はい。まあ、せっかくちょっとプリヤンカさんの家に来たんで、ちょっと楽器もあるということで、できたらちょっと日本語の歌をプリヤンカさんに、いいですね、歌ってほしいなと思って、はい、聞きたいなと思って、はい、ちょっといいですか、一曲。はい、私の大好きな歌ですけど、カントリーロード。カントリーロード、ああ、ジブリのね。日本語バージョンですね。マジですか。はい、まあ、そんなに上手じゃないけど、いや、はい、やります。やった。お願いします。イエーイ、ハッピーカントリーロード、プリヤンカちゃんでーす。お願いします。YouTube チャンネルは下概要欄に貼っときますので、皆さん見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ、チャロー。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったら、チャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォロー、よろしくお願いします。